今回の富山やわやわ散歩にはこちら。今回は悪王寺からやわやわスタート。オープンして間もないボリューム満点な食堂やヨガや整体を受けられる施設を訪ねました。地元の人たちが集まる賑やかなお店や昭和レトロな雰囲気漂う銭湯が登場します。気持ちいい。やばやば、見てねー。